て、すごく綺麗なんで爽やかな感じですね。水はけが良くなるような工夫をして植えてあげるとうまくいくんじゃないかなと思います。ハート型なんですよ、葉っぱが。これが実に可愛い。花も可愛い、実も可愛い、食べて美味しい、紅葉が綺麗、白くてほんのりピンクのようなお花が咲いてくれます。こんにちは、なお園芸です。本日お届けするのは4月の植物5選です。さあ、いよいよ春本番になってまいりましたね。こうなってくると、ほぼ毎月、冬なんかは違うけど、ほぼ毎月のお悩みが出てきます。それは植物のおすすめの植物を5つに絞ること、ね、これがねすごく困ります。で、先日僕インスタグラムのストーリーズにちょうどね、5つ絞ろうと思ってリストをパーッと書き出してったら、だいたい10個以上あったんですよね。10種類以上あるんです。で、困ったことに5つに絞るの大変だなと思っていて、いっそね10個ぐらいにしてやろうかとも思ったんですけれども、時間が長くなっちゃうんですよね。でそもそもおすすめなのに10個もあっていいのかと、思い直しまして、やっぱり、絞りに絞って5つにすることにしました。ごめんなさい。なので10個でいいんじゃないですかという、ね、メッセージくださった方もいらっしゃったんですけれど、ごめんなさい、やっぱり5つにします。でも10個にしようかなと思いましたけどね。なんかその月によって変えてもいいのかもしれないですね。4月なんか植物が多いから、今回は7つにしますとかね。それもあれかな。やっぱ5つでいきましょう。ごめんなさい。というわけで厳選して5つお届けしようと思います。今月は一年草、あと木なんかも2つぐらい紹介できたらいいかなと思っています。そして多年草と葉っぱの色が綺麗なもの、5つ、合わせてお届けしたいと思います。皆さん陽気が良くなって外に出てお庭いじりをするのに本当にいい季節になってきました。ですのでぜひそのために参考になるかと思いますので、最後までお付き合いをお願いいたします。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。では一つ目いってみましょう。一つ目はギリアレプタンサブルーです。ギリアというと他にレプトシフォンというのが有名かな。僕確かね、もう何年前、20年ぐらい前かな、まだ出荷をしていた頃、このギリア2つ、レプトシフォンとレプタンサブルー、この2つ出荷してました。で、レプトシフォンは最近見かけなくなっちゃったけど、このレプタンサブルー、これはねまだ、出てますね。やっぱりね強い人気があるんだと思います。ではアップで見てみると、こういう感じ、ボール状のねブルーのお花が咲いて、すごく綺麗なんで爽やかな感じですね。で、このなんて言うんでしょうね、シュッと立った感じ、これがすごく美しい。そして花が次々とね、これ花芽なんですけれど、まだ咲いてくれます。5月の連休ぐらいまでは咲いてくれるかな、という感じです。で、春の一年草特有の花期の短さ、それがネックになるんですが、今の時期しか出てきません。なので貴重です。今しか出会えない植物ということで、紹介するに至りました。そしてだいたいこの丸いボール状のお花がこういう風にね、これね、このお花、こういう風にやっぱりね傷んでくるんですよ。そうしたらどこをどうカットするかというと、これをねずーっと下っていくと、このこれわかるかな、この葉っぱが出てるところがあるんだけど、ここのもっと下の方ね、こっからは多分芽がそんな出て、花芽出てこないと思ったので、ここです、ここでカットというようにカットしていただけると、いいと思います。はい、そうするとね多分ここから出てくると思うんだけどな、こんな感じで、カットしていただけると、いいと思います。そうすれば次のお花がね、咲いてくるのが早いと思いますので、ぜひこんな感じでお手入れをしていってあげてください。これは日当たりのいい場所、で育ててあげる一年草です。一つ目ギリアレプタンサブルーでした。じゃあ2つ目いきましょう。今度はねシルバーリーフプランツです。これはラムズイヤーという名前で皆さんご存知なんじゃないかなと思います。ですね、正式名称は
スターキス、スタキスですね。スタキスとかスターキスと言います。それのビザンチナという品種です。比較的暑さに強い品種ですね。高温多湿、群れにも強いような品種で、水はけのいいところなんかだと、割と、夏も越えて、毎年咲いてくれます。さあさあ、よく見てみますと、上から見るとこんな感じ。ラムズイヤーっていう名前の通り、こう、なんとなくウサギの耳っぽいですね。表面に毛が生えていて、なんか白くて美しい。そして、後ろに写真がありますが、こんな感じで、花が咲き上がってきてくれます。結構大きくなりますよ。今こんな状態ですけどね、このぐらい、このぐらいわかんないか。このぐらい、高さは、までは楽勝になりますね。また後で、僕のお庭に植えたやつ、画像を、ご紹介しますが、結構高くなって、ブルーの爽やかなお花が咲いてくれます。この白い葉っぱの綺麗さと相まって、ものすごく爽やかな印象です。ただ、先ほどもちょっと言いましたが、高温多湿あんまり好きではありませんので、水はけの良いところに植えてあげること、もしくは植えるときに少し高めにしてあげることですね。水はけが良くなるような工夫をして植えてあげると、うまくいくんじゃないかなと思います。二つ目、これ多年草ですね。日当たりの良いところで育ててあげてください。二つ目、ラムズイヤー、正式名称はスタキスビザンチナでした。では3つ目いきましょう。3つ目もリーフプランツといえばリーフプランツですね。3つ目はクローバースミネのラブラドリカ。カタカナ名は、ビオララブラドリカプルプレアと言います。プルプレアっていうのはパワープレアとも読みまして、濃い紫色の葉っぱという意味じゃないでしょうか。上から見てみるとこんな感じですね。まだね、葉っぱちっちゃいんですが、この辺わかるかな。ハート型なんですよ、葉っぱが。これが実に可愛い。そしてこのブルーの花ね。まあ、スミレなので、可憐で、すごく可愛いです。で、この、ね、能力色の葉っぱと、このブルーの花、この組み合わせが綺麗ですね。なんとも渋いです。寄せ植えにしてもいいでしょうし、これだけ一つ鉢植えにして大きく育ててみても、かなり存在感があるんです。こんな地味な色だと思うんですが、存在感があります。そして、これね、お花が咲いた後、もうね、種ついちゃってるんですよ。こういうのは、まあ、根元からなるべくこうやってやって、ピッと取ってあげましょう。これもそうかな。よっ。なるべく根元からね、取ってあげると、すっきりします。どうしてもこの種ができちゃうと、種の方に栄養がいってしまうので、最初のうちはなるべくこまめにこの種を摘むようにしましょう。で、最後の方というか、勢いがだいたい気温が高くなってくると衰えてくるんですが、そうしたら種は少しつけておいて、こぼれ種を落とさせます。で、それで増えてくれます。だからこれ植えてると予想外なところにねポコッと芽が出てきたりするんですよ。あれこんなとこ植えた覚えないのになっていうところに、出てきてくれます。まあそれも面白いですよね。種が落ちる植物ってそれが面白いところだと思います。そしてその場所が意外と良かったりするんです。ですのでその種が落ちて、芽生えてくるっていうのも少し楽しみにしていただけるといい植物じゃないかなと思います。これは夏の高温多湿あんまり好きじゃありません。夏は午後から日陰になるような場所もしくは木陰とかこの夏場に人間がそこにいた気持ちいいな、涼しいな、暑さをしのげるなっていうような場所なんかが、育てやすい場所だと思います。そうすればまた来年もきちんと咲いてくれますので、ぜひ夏越し少しだけ注意をしてやってみてください。これは多年草ですね。3つ目、クローバースミレラブラドリカ。正式名称はビオララブラドリカプルプレアでした。では4つ目いってみましょう。今回は木をご紹介します。ブルーベリーですね。ブルーベリーいいですよね。
身も可愛いし、あ、まあ最初から言うとお花も可愛いし、これね、花も可愛い、身も可愛い、食べて美味しい、紅葉が綺麗、まあね、言うことないんじゃないかなっていうような木です。そして大きくならない、なりすぎないですからね、制御しやすいというものがあります。そして今回ご紹介するのは2つの品種をご紹介してみたいと思います。ブルーベリー、いろんな品種が出ていますが、せっかくならちょっと変わったような品種ご紹介します。じゃあまず右からいきましょう。ラベルを見てください。ニキナリブルーベリー、ブルーマフィンという名前がついています。収穫期は6月から7月、それと9月から10月、初夏と、まあ夏か、夏と、秋で、考えていただいていいと思います。少なくとも2回は取れます。それ以外にもね、ちらほら年中取れていたような、覚えが僕あります。これは、確かね、ハイブッシュ系とラビットアイの、交配種掛け合わせたハイブリッドだったと思います。そしてこの世界初の、2回取れる、ニキナリのブルーベリーというものが出来上がったと聞いています。なので、育て方としては割と暖かい方、ハイブッシュちょっと寒い方がいいんじゃないかなと思いますけれど、育てた感じ、まあこの辺静岡県浜松市結構夏暑くなるんですけれど、割と平気ですね。全然育てられると思います。だから暖かい方の地域でもきちんと育ってくれますね。で、今度はこう左に行きましょう。左、はい、ラベル見てください。ブルーベリーという名前のくせにピンクです。それブルーベリーじゃないじゃんって僕思いますけれど、ピンクの、結構ね、大粒なんですよ。見たやつはこのくらいあったかな？うん。結構でかいんです。直径で 2センチぐらいあったような気がしますね。で、それで、わ、すごいいいなと思って、僕展示会かなんかで買ってきた覚えがあります。これはですね、ラビットアイ系なので、割と暖かい方の地域でもきちんと育ってくれると思います。お花もね、やっぱこの、こっち、ブルーのね、ブルーベリー。こっちはピンクのブルーベリー。もうお花の色から言ってピンクなんですよね。これもまた可愛い。お花も楽しめますしね、いいですよね。そしてこのピンクのツヤツヤした、ちょっと見にくいかな。こうした方が見やすいかな。ピンクの実がなってくれるっていうのが、ちょっとこれね、メルヘンで可愛いんですよね。というわけで、まあ味も美味しかったですよ。ちゃんとブルーベリー的な味もしますし、いいと思います。そして植える土、ブルーベリーでは土がすごく問題になってるんじゃないかなと思ってる方も多いと思うのですが、僕そんなに気にしたことありません。やや酸性に傾いてくれれば、土がね、土のペーハーってあるじゃないですか。アルカリ性と酸性っていうやつ。あれが酸性の方に少しでも傾いてくれれば十分育ちます。だから日本って雨多いじゃないですか。雨多いので自然と土が酸性になりやすいんですよね。ということはほっときゃいいんです。なのでそのまま植えていただいて構いません。僕それで失敗したっていうことがないので、ピートモスを混ぜて植えるとかね言うんですけれども、あんまり気にしません。実際僕のところのお庭でもきちんと育ってくれて、毎年収穫できていますので大丈夫だと思います。ぜひ皆さんそのままあんまり気にせずに植えてみてください。ダメだったらまた考えればいいですからね。まあ大丈夫だと思います。というわけで、右側、こっち側が、1年のうちに2回取れるブルーベリー、そして左側はちょっと変わったピンクの大きい実のブルーベリー、この2つを紹介しました。日当たりの、いい場所が基本的にいいかな。もしくは午後から日陰になるような場所なんかが適しているように思います。では4つ目、ブルーベリー2品種でした。では最後行ってみましょう。最後のご紹介するのは、もう一回木ですね。白山木と言います。ですね、半常緑樹です。半常緑樹っていうと、冬の間暖かいところでは葉っぱが、残ってくれます。逆に寒いところだと落葉してしまいます。僕が住んでいる静岡県浜松市では、
半分、3分の2ぐらい落ちちゃいますかね。だから結構あったかいところじゃないと葉っぱは残らないんじゃないかなというのが僕の印象です。ただまあそれで枯れるっていうことはなくて、今からそうだな、2月終わりぐらいからこんな感じで新しい芽が出てきてくれて、花芽ももうついています。ちょっとじゃあアップで見てみましょう。こういう感じ、葉っぱ綺麗でしょ。本当に黄緑色ですごく綺麗なんです。ツヤツヤしていて、なんて言うんでしょうね、まあまさに春という感じです。そして花芽もこんな感じね、とにかくいっぱい白いお花が咲いてくれます。これお花の写真あったかな、僕一軒植えてあったところの写真がどっかにあると思うんですが、一回写真の整理しないと見つかりません。何種類かそういうのあるんですよね。確かこれあったなーっていうようなのがね。だけどその場所がわかんないんですよね。USB とかに入れてしまって。もしあったらまたご紹介します。白くてほんのりピンクのようなお花が咲いてくれます。これ白山木、なかなかこれいい木で、成長すごいゆっくりですね。これ確か、鉢植えじゃなくて、一回、地植えにしてあったやつを、掘り取って鉢植えにしたんですよね。確かこれね、入荷したのが10年近く前だったと思います。その時はこれの半分ぐらいの大きさだったかな、だったんですよね。それがまあ10年でやっとこのくらいですからね、場所が合えばもっと、よく育ってくれるとは思うんですけれども、大体あんまり日が当たらないようなところに植えてたんですよね。それが悪かったのかもしれません。だから10年でこのくらいっていうことは、さすがに日当たりのいいところに、もっと日当たりいいところにね、植えてあげれば、ないとは思いますが、それでも成長ね、割とゆっくりな方だと思います。それが僕の育ててみた感覚です。ですので、あんまりこれね、急激に大きくなってほしくないような場所、人なんかは、これちょうどいいんじゃないでしょうか。お花も咲いてくれるし、葉っぱも綺麗だし、なかなかね、おしゃれな、花木じゃないかなと僕は思っています。ですので、花木っていうと、花水木とか山帽子とか、エゴノキとかね、シャラとか、あの辺がまあ主流になってくるんですが、こういった変わった、ちょっと変わった花木なんかもいいと思います。で、最終樹高、僕ね、2メートル50ぐらい、2.5 から3メートルぐらいの大きいやつは、見たことがあります。ですので、大体まあそのくらいにはなると思っていてください。あと、まあ、剪定して背丈を抑えていくとかね、枝がそんなにこう、なんでしょう、枝が分かれていっぱい茂ってくるという木ではないので、ちょっと切り戻しをして、背丈を抑えてあげても、枝がこう、うるさくなくなるっていうことがなくていいんじゃないかなと僕は思っています。という花木です。場所は日当たりの良い場所に植えてあげてください。では、最後、5つ目、白山木でした。お疲れ様でした。さあ、5つご紹介いたしました。特にね、ギリアなんていうのは僕すごく懐かしい植物なんです。初めて目にした方もいらっしゃるかと思うんですが、実はね、あれも結構前から出てるんですよ。僕が出荷してた時だから、99年とか2000年とかそのあたりだから、もう20年以上前ですね。なんかにも、僕種をまいて出荷していました。もう一つレプトシフォン、ギリアの同じ種類でレプトシフォンなんていう、その2つはなんだかね、いい思い出があります。というわけで、ここのところ出荷量っていうのがまあほぼゼロになっていたんですけれど、まあ去年からちらほら見出したんですよね。だから種をまいて作ってくださっているありがたい生産者さんがいらっしゃって、今回私それを入荷してみました。ですのでやっぱり改めて見るといい植物だなと思いますね。花期が短くて一年草で何て言うんでしょうね、花壇で植えて楽しむ季節が短めなんですけれども、だけど、まあ、今しか出ないですからね。今しか出ないし、丸い玉っていうね、ブルーの玉、あれがねなかなかありそうでないんです。他にあれかな、何だったっけ、多年草でありますよね、名前が出てこないやルリタマザミか、ルリタマザミなんかに近いものがありますし、虫もつきにくいですからね。
そんなにつかないです。1回だけ、なんか1回2回ぐらいアブラムシでお薬をまいたかなっていう20年前の記憶がうっすらありますが、まあその程度です。ですので皆さん見かけましたら、あの、あ、1年草で花期短いって言って嫌わずにぜひ植えてみてください。なかなかいい植物だと思います。そしてあと他の植物たち、特にあのブルーベリー面白いでしょ。ピンクなんですよ。ピンクのブルーベリーってね、それブルーベリーじゃないじゃんって僕は動画の中でも言ってたと思うんですが、あのちょっと衝撃でした。初めて見た時ツヤツヤのね、大きめの実なので、皆さん面白いです。見かけたら植えてみてください。私の、お店でも売っています。あとはあの2回取れるやつね、ブルーマフィン、あれなんかもすごいですね。1回だけ、その初夏にだけ取っておしまいじゃなくて秋にもなってくれますからね。2回も取れる。うちの息子なんか大喜びですよ。あの学校から帰ってきてそのままもしゃもしゃ食べてますからね。うん、というようにあのブルーベリーお子さんに喜んでいただけますからね。なんかちっちゃいお子さん、私ぐらいのあの小学校のねお子さんがいらっしゃるようなあのお家の方でなんか木植えたいなと思っている方には結構おすすめの木です。割と丈夫ですしね。うん、まあその他にも、ご紹介しました植物たち、結構丈夫で葉っぱの色も綺麗なものもあったりしていいと思いますので、ぜひ陽気の良い今の季節あの植えてみてください。その参考になれば嬉しく思いますので、ぜひ、お願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。本日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。